こんにちは、ポップです。エフェクトチャンネル。9月20日火曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしていきます。順番はいつも通りドル円相場から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円、そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、ゴードルベイドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 昨日はね、3連休最後のお休みということで、台風が通過しまして、皆さんの地域はね、今日はいかがでしたでしょうか。えー、私はですね、個人的にイオンに行きましてですね、非常に人混みの中、疲れてしまったということでね、まあ、夕方の動画、そして YouTube ライブをね、お休みいただきまして、大変失礼いたしました。えー、今日はね、しっかりと連休明けということで解説を進めていきますので、よろしくお願いいたします。 それでは、まずはね、個別のトレード戦略に入る前に、全体の相場感ということで、株式相場振り返っていきましょう。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは、昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比。プラス197ドル。終わり値で3万1000、飛び19ドルということで、0.64%の上昇で1週間のスタートを切ったというところでございます。 そして3連休明けの日経平均は、寄りきは大きく上がったんですが、その後、えー、値を下げてですね、な、え、ん、ー、とかプラス圏で終わりました。日経平均は前日比、プラス120円。終わり値で27,688円ということで、0.44%。まあ、少しばかりのね、上昇で1週間のスタートを切ったというところでございますね。そしてアメリカの長期金利は、引き続き高い水準。 3.485%ということで、これはね、1%の利上げが近づいてきたという形で、長期金利の方が上昇に転じている。そして、日本の長期金利も差し値オペの水準であります0.251%。このところをね、キープしておりますので、いつ差し値オペが入ってもおかしくないという状況でございますね。そんな中で、為替の方はですね、昨日は東京マーケットお休みでございましたが、今日からね、本格的に1週間がスタート。 えそして、えー、ヨーロッパ時間、えー、ニューヨーク時間も入ってきますので、まあそういったところでね、今後のその部分のトレード戦略ね、えー、お話をしていきたいと思いますので、ドル円相場から見ていきましょう。えー、まずドル円相場の1時間足でございますが、レンジ相場をね、引き続きキープしているということで、上方向は143.50、えー。ここの部分でですね、まあ昨日も先週もですね、えー、少し押し戻されているというところで、なかなか143.50を超えることができない。 昨日は一時下方向では143円を割り込むというところもありましたが、結局はね、この143円が今日のところはしっかりとサポートということで、今約50ピップスですね。143円から143.50。このレンジ相場でうろうろしているというところでございます。このような50ピップスのレンジ相場の中で無理してトレードをする必要はないかなと。 まあ、このね、5 0ピプスの間でも、1 0ピ i p から2 5ピ i プスぐらいですね、レンジ内の逆張りで攻めていけることがあるかもしれませんが、ただですね、レンジの方はいつか破れる。このレンジ相場で今から無理して、値幅をね、取りに行く必要はないからと。レンジブレイクを狙っていきましょうという戦略を考えております。よって、143.50レジスタンスがありますが、まず上方向に行った場合ですね、抜けた瞬間は見送りながら、 このレンジブレイクのサインとしましては、143.50。ここのレジスタンスがサポートになる。一旦上抜けてから、その上側で平均足が陰線から要線ですね。このようなところがサインとして出てきましたら、しっかりとロングを取っていきたい。逆に下方向に関しては、143円ですね。今日も下髭で終わってしまいましたが、抜けた瞬間に入ってしまいますと、今日のね、朝方みたいに下髭で戻ってしまう可能性がありますので、 レンジブレイクのサインというのは一旦抜けてからショートの準備。そして具体的には143円の下側での要線から陰線のレジスタンスですね。今までのサポートがレジスタンスに切り替わった。このサインが出たところでしっかりショートを取っていく。よってこの50ピプスの間のレンジ相場は無理に勝負をせずに、レンジブレイクということで143.50の上側での陰線要線。 そして、下方向は143円を割り込んでからの要線陰線ですね。このような形で平均足のサインが出てきましたら、ロングとショートを各々狙っていく。このような考え方でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とともに参考にしてください。はい、以上でドル円相場の解説を終わりまして、続きまして、ユーロ円の解説に入っていきましょう。 え、ユーロ円の方は、え、ベイドルと違ってね、143.50。これを明確に超えてきました。えー、昨日のところはね、レジスタンスを食らっていたというところでございますが、え、今日になりまして、一旦、え、143.50。これを上回ったと同時にですね、その上側で、陰線から要線。ここの部分ね、ちょうど出ていると思いますが、これでレンジブレイクのサイン。え、今はね、直近の高値を超えているということで、143.50。しっかりと上側でサポートが入りましたので、 これはベイドルと違ってレンジを脱出した。まあそうなればですね、しっかりと上昇トレンド、ロングを狙っていきたいというところでございます。具体的にはですね、これから移動平均線24。これが右肩上がりに上がってくるという形でございますので、移動平均線24、および143.50。この上側でですね、平均足の方が陰線から陽線に切り替わる。こういったところがあれば、しっかりとロングを狙っていきたい。 逆にですね、この143.50、これ割り込む可能性ももちろんありますが、割り込んだところでは一旦トレードせずに、割り込んだ後に、そのサポートラインと思われた過去のレジスタンスサポートの143.50ですね。ここの部分がレジスタンスとして機能する。143.50付近での要線から陰線に切り替わるところがあれば、ここで初めてショートを狙っていく。よって、今はしっかりと押し目が浅ければロング。このようなところをね、狙いつつですね、 144円では過去のサポートラインが入っております。過去のサポートはレジスタンスとして、えー、機能しやすいというところでございますので、まあ、144円、抜けた瞬間にね、一瞬走り弾けるところ、上に走るところがあるかもしれませんが、まあ、そういったところでね、一回手堅く利益確定をしておいて、またその上側でですね、サポートが入ったらロングを取っていく。まあ、このような形でね、上昇トレンドの第一波かもしれませんが、 こういったところ、しっかりと移動平均線及び143.50の上側での陰線要線をロングを狙っていきたい。このように考えておりますので、皆さんの相場感とともに参考にしていただければと思います、はい。以上でユーロ円の解説を終わりまして、続きまして、ポンド円の解説に入っていきましょう。 えー、ポンドの方はね、先週は地獄の下落ということでね、まあ大きく下落トレンド。移動平均線を割り込んでしまってからは、陽線、陰線、陽線、陰線。そして、ここね、移動平均線超える場面もありましたが、陽線から陰線。そして、最後にですね、木曜日に大きな下落ということで、一時163円まで落ち込んできたところでございますが、金曜日に横ばいながらも少し回復。そして、今日は移動平均線の上側での陰線から陽線。 これが出てきましたので、本格的にね、ロングを狙ってもいいかなというところでございます。そして、レジスタンスラインとして機能しやすかった164円ですね。これは木曜日のところでしっかりと、えー、ごめんなさい、これは金曜日でございますね。金曜日のところでサポートが入っていたところ。このレジスタンスライン、ちょうど今抜けましたので、となればですね、164円のサポートがレジスタンスとして機能しやすい。それが一回今日の朝方、押し目をつけたんですが、また上回ってきた。そうなればですね、 164円の上側での陰線要線ですね。こういったところが起きればしっかりとロングを取っていく。164円の今までのレジスタンスサポートが今回はサポートとして機能する。すなわち164円の上側での陰線要線これが出てきましたらしっかりとロングを狙いつつ、165円ぐらいまでは過去のサポートがございませんので伸びやすい。 そして、下方向に関しましては、移動平均線割り込んでからですね、その下側で陽線陰線が出た場合、まあ、ここまではね、ショートを取らなくてもよろしいかなと思いますので、まあ、こうなった時には、移動平均線24の方は、これから上方向から被せてくるというサインになりますので、移動平均線の下側での陽線陰線、これも兼ねておりますので、今のところは、しっかりと164円の上側でのサポートを取ったら、ロング。そして、移動平均線割り込んでからのレジスタンス、まあ、過去もございましたが、 そういったサインが出ましたらショートを取っていく。このような考え方でよろしいかなと思いますので、皆さんの相場感とともに参考にしていただければと思います、はい。以上でポンド円の解説を終わりまして、続きまして5ドル円の解説に入っていきましょう。5ドルの方は96円割れというね、ちょっと悪いところもあったんですが、基本的には逆三尊ですね。ヘッドショルダーということで、 96円を下回ってからの逆三存。それを今上回ってきたというところでございますので、まあしっかりとね、ここはロングを狙っていきたいんですが、まあ先にお話をしましたポンドやユーロ、それに比べてはあまり上昇が強くない。そして96円と96.50。今日はこのあたりをうろうろしておりますので、まあこのレンジ相場50ピプスの中で勝負をするというところよりも、レンジブレイクを見てからの方がよろしいかと考えております。 よよって米ドルとと同じようなな考えになると思いますが96.50ここの部分を上回ってから勝負ですね上回った瞬間に入ることはなく今までのレジスタンスラインとして機能しておりました96.50これがサポートに切り替わるすなわち平均足の方が陰線陽線これが96.50の上側で現れた時にロングを狙っていきつつ下方向に関しましては96円 これね、今日サポートが入っておりますが、これを割り込んだ瞬間は見送りながら、その下側での要線から陰線ですね。こういったところが出てきたところで初めてショートを狙っていく、まあ。このような考え方でね、50ピプスのレンジ相場は無理にトレードをせずに、しっかりとレンジブレイクを狙っていく。96.50の上側での陰線要線のサポートでロング。そして96円を割り込んでからの要線陰線ですね。これが見えたらショートを取っていく。 このような考え方で攻めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で黒線の4ペア4通貨の解説を終わりまして、続きまして、ドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょうえ。まずドルストレートのトップバッターはユーロドルでございます。こちらの方はですね、パリティを割れているところが、比較的ね、長かったというところでございますが、昨日もですね、割り込んだ場面もありますが、 ニューヨークマーケットから徐々にパリティを回復。そして今日は一時1.0050まで上がりましたが、一応ね、このパリティの上側、1.00の上側でサポートが入っているというところと、移動平均線24も緩やかに上がってきましたので、まあ、こういったところで移動平均線やパリティの上側でサポートを受ければロングを取る。そしてパリティをね、まさかの割ってしまったところではショートで攻めていく。このような考え方でよろしいかと思います。 よって、移動平均線24、えー。今のところはね、ちょっと上がってきておりますので、えー、パリティの1.00や移動平均線24。これを下回ることなければですね、しっかりと上側での陰線要線を食らった場合には、しっかりとロングを取りつつ、えー、1.0050、えー。ここね、ちょっとレジスタンスあるかもしれませんが、まあ、そこ抜けたところで少しね、走るところがあると思いますので、そこで利格を狙いつつ、下方向に関しましては、パリティ割りですね。 ここまでね、ちょっと反発が入りそうで、パリティ割ってしまいますと走ると思いますので、ここはレジスタンスを待たなくてもいいかなと。1.00割り込んだところでしっかりとショートを取っていく。まあ、こちらね、割り込んでからのレジスタンス待ってますと、これは間に合わないケースもありますが、今回ね、パリティ割れてしまいますと、レジスタンスを待たずに落ちる可能性の方が高いというところでございますので、ここはしっかりとパリティ割れのところは、押し目、戻りを待たずですね。 0.9950付近まで利確を伸ばせるようにショートを取っていく。これのような考え方でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とともに一つの意見として参考にしてください。はい、以上でユーロドルの解説を終わりまして、続きまして、ポンドドルの解説に入っていきましょう。はいえー、ポンドの方はね、1.14を割り込んでいるところが昨日と金曜日ございましたね。 これは直近の安値ということで、かなりね、走ったら危ないというところでございましたが、なんとかダブルボトムということで、今は反発。しかしながら、1.1450。ここの部分で今日の朝一そして、これは金曜日でございますね。その前もレジスタンス、サポートが入っているということで、このロングを取る場合にとっては、1.1450。ここのラインを上回ってからのサポートを待った方がよろしいかなと。逆に、下方向に関しましては、1.14。 今日はなんとかサポート入っておりますが割り込んだ瞬間にねこれはショートを取ってもよろしいかと考えておりますまず上方向に関しましては1.1450ここのレジスタンスも結構効くと思いますのでまあこれは上回ったところで入ってしまいますと上ヒゲで刈られ刈、えー、られる可能性があるとなりますとその上側でですね1回上回ったところはしっかりと準備をしつつ、えー、その1.1450の上側での陰線陽線ですね。 まこのサインがしっかり出るのを確認してからロングを取りつつ、じゃあ方向に関しましては1.14。これ割り込んだ瞬間に走るポイントになりますので、まあこちらの方はね、えー、戻りを待たずですね、そのままもう割り込んだ瞬間で今回はいいんじゃないか、ショートを取ってというところでございますので、まあ無理にえこの1.14から1.1450の50ピプスで勝負することなく、上抜けしてからのサポートや底割れした瞬間、 こういったところでね、しっかりとポジションをロングとショートで見極めてね、取っていただければと思いますので、上に行った場合はサポートを待ってから、下に落ちるときはそのまま取る。このような考え方で今日のポンドドルはよろしいかなと思いますので、ちょっとね、ダブルボトムで跳ね返ったところもあります。しかしながらね、どちらに行くか、上に行くか下に行くかというのはもちろんわかりませんので、上に行った場合のプライスアクションと、下に落ちた場合のプライスアクション。これを見ながらね、ポジションをお取りいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい、以上で、ポンドドルの解説を終わりまして、続きまして、最後となりますが、ゴードルベイドルの解説で締めていきましょう。ゴードルベイドルの方も、ポンドドルと同じように、0.67ですね。ここ割り込んだら危ないところでしたが、なんとか30ピプスぐらい下げまして、ダブルボトムということで、2つのね、そ、え、こ、ー、をつけて、なんとか上方向。 ま、しかしながら、え、今はね、0.67を少し上回る水準ということで、どうしてもね、え、まだまだ上に上がるには、え、力が弱いかなと。まあ、ここはしっかりと上値を抜けたところを確認してから入った方がいいかなと思いますんで、え、0.67から0.6750。こういったレンジ相場の可能性があるところで今日も高値と安値がほぼ50ピプスということでございますが、ま、この50ピプスでは無理な勝負はせずに、レンジブレイクしてから、ゆったりとね、え、後から入っていくというところでよろしいかと思います。 上方向に関しましては0.6750。まあ、ここの部分はね、一回レジスタンス食らってるところでもありますが、まあ、抜けてからのサポートですね。はい。えー、これが受けることないと、えー、上髭で刈られてしまうというところがありますので、まあ、しっかりとね、えー、0.6750の上側でサポートが入ったところ。平均足でいきますと、陰線から陽線が0.6750の上側で現れたところ。ここはね、しっかりとロングを狙っていくという考えでよろしいかと思いますし、あと、下方向に関してましては0.67。 これは割り込んだ瞬間でもいいかなと思っております。えー、これね、レジスタンスを待っておりますと、えー、ここの部分はね、そのまま下げていく可能性の方が高いというところでございますので、もちろんね、一回レジスタンスを待ってからでもいいとは思うんですが、まあ、今回のね、ところは0.67割り込むと、まあ、ダブルボトムをね、攻めてくるというところでございますで、まあ、しっかりとね、抜けた瞬間にもトレードをしていいかなと。ただ、ストップロスは、えー、これはね、 すぐ跳ね返る可能性もありますので、ストップロスをかけるか、もしこの跳ね返りが嫌だということであれば、チャンスはないかもしれませんが、割り込んでから、0.67を割り込んでからの要線陰線を待っていくか。まあ、このね、どちらかでショートの方はよろしいかと思います。いずれにしましても、この50ピプスの0.67から0.6750、ここは特にね、勝負するようなピプス数でも、レンジ相場でもないかなと思いますので、レンジブレイクのところでしっかり攻めていく。 このような考え方でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とと,ともに一つの意見として参考にしてください。ええ以上でね、今回の先進国通貨7ペア7通貨の解説を終わりたいと思いますえ。昨日はね、少しお休みをいただきましたが、本日は21時から you ライブでえ YouTube ライブですね。いつも通り皆さんのコメントを読みながらチャートを見てね、楽しんでいきたいと思いますので、お時間ある方ご参加の方お願いいたします。 それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、またお時間ある方、21時の YouTube ライブでお会いしましょう。ポップがお送りしました。バイバイ。